こちらを買いました。最近自転車を買ったわけなんですけど、まあ、やっぱり必要なものとかいろいろ買い揃えなきゃいけないなということで、まあ、重要なのがやっぱりヘルメットだと思うんですよね。今自転車の法令としては原則車道走んなきゃいけなくて、まあね、やっぱね危ないとなると、ヘルメットはまあ絶対必要だなと思って今探してます。でやっぱり被るからにはなんかね、可愛いやつ、おしゃれなやつがいいなとは思うんですけど、色だったり柄、形とかでなんか自分の気に入ったやつ、見つけられたらいいなと思って今日はちょっと探しに行きたいと思います。風が強い。色々調べてみて一回来てみたいなと思っていた、こちらカフェにここクロスコーヒーです。自転車のラックもありますし、テラス席も結構あって、中もグッズ、自転車関連のグッズがたくさんありそうです。こちらです。いっぱいグッズがあります。私がすごい気になってたヘルメットがあります。ぜひちょっと試着させてもらいましょう。帽子もたくさん、オリジナルキャップ、チャラン、クロスコーヒー、お店の名前が入ってます。帽子も欲しい。やっぱヘルメットだけだとちょっとね、日差しがすごい気になるので、こういう帽子かぶりたいですね。つばが欲しいです。はい、すいません。はい、ありがとうございます。はい、こちらを買いました。これも本当色いいですよね。紫と色合う。そうなんです、この組み合わせがちょっと気に入っちゃって。あんまりなんかね、自転車っぽくないのがまたいいですよね、そうなんです、ね、でもちゃんと機能はしっかりしてるんで、そうそう、夜走ってる軽いしピカピカするから。あ、なんかここ反射になってるんですよね。反射っすよ、この反射素材になってて。さて、やっと私が気に入るデザインのヘルメットを見つけました。機能がしっかりしてて、もう超本格ヘルメットなんですけど、デザインがめちゃくちゃスタイリッシュ、おしゃれ。しかもこれ限定色らしくて、表面がマット加工になってます。いかにも白、ホワイトっていう感じではなくて、なんかこう肌なじみのいいような感じなので、すごいシンプルで、いろんな服装とかいろんな色の自転車にも何の違和感もなく自然にマッチする、スタイリッシュにかっこよく乗れる。ですごい軽いです。何グラムだろう、後で調べてみます。はい、今日もね、やっと気に入るヘルメットが見つかったので、もう早速購入してしまいました。今日はこれをかぶって帰ります。あと一緒に購入したのが帽子、これをね、中にかぶってつばを足すことによって、ちょっと紫外線カットを目論んでおります。はい、そんな感じです。なんか多分ここがね、すごい優しい色なので、いろんな色に合わせられると思います。
まあ、あとすごくいいなと思ったのがこのヘルメットのパチッと止める金具の部分、ここは、横スライドではめ込めるマグネット式になってるんですね、はい、これでもう片手で取り外しができます、簡単に。で中のスポンジも、厚みが5ミリのものと10ミリのもの、あと夏用に向けた通気性のいい、速乾性のある涼しいスポンジ、いろいろあるそうです。あと夏用のウェアも買いました、セールでお得に。なのでこれから自転車始めてみよう、始めてみたけど気に入るヘルメットがないなと思っている方、ここすごくおすすめです。ぜひチェックしてみてください。さあ、というわけで私の装備はこれでもう行きます。日差しよけスパーってかっこいいヘルメット、うー嬉しい。ありがとうございました。これからも頑張って走りたいと思います。頑張るぞ。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。